純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。今回は来談者中心療法についてお話ししていきますね。大きく3つに分けてお話ししていきたいと思います。まず1つ目、来談者中心療法とはについてお話ししていきますね。そして2つ目、カウンセラーの3条件とはについてお話ししていきますね。そして3つ目、最後にまとめをお話ししていきたいと思います。それでは1つ目の来談者中心療法とはについてお話ししていきますね。来談者中心療法を作ったのは米国の心理学者カール・ロジャーズです。ロジャーズは自分の臨床を心理療法という言葉は使わずにカウンセリングという言葉を使ったんですね。来談者、これはクライエントと対等な関係を重要視するというような意味があります。来談者中心療法とは簡単に言い表すと、人間の潜在的回復力、成長力を主張していった非支持的なカウンセリングと言えます。来談者中心療法は、ロジャーズによって作られたカウンセリングの理論、またはその立場ということになります。ロジャーズは、人間は誰でも豊かに成長する資質を自分の中に持っていて、日々の生活はその成長へ向かうものであると考えたんですね。問題が生じてくるのは、その潜在能力が何らかの問題によって妨げられている時であるとしたんですね。そしてそばにいる人がその問題や悩みを心から耳を傾けて聞くことによって、その問題を抱えた人は再び自分の力で前に進んでいくということが可能になるとロジャーズは主張しました。それでは次に2つ目のカウンセラーの3条件とはについてお話ししていきますね。カウンセラーの3条件でロジャーズは、クライアントが成長的な変容を起こすためには、カウンセラーに次の態度、条件が求められるとしました。1つ目、受容。これは無条件の肯定的な尊重のことです。これは審判をしたりとか批判な態度で接するのではなくて、クライアントの存在を無条件に受け入れているということになります。相手をありのままに受け入れることですよね。そして2つ目、共感的理解。これはクライアントの考えや感情にクライアントの立場になって感じて、同時にカウンセラー自身が自分自身を失っていない状態のことを指します。相手の考えや感情に相手の立場になって理解するということになりますよね。そして3つ目、自己一致です。これはそのカウンセラーがクライアントとの関係の中で自分の態度に裏表なくありのままの自分を受け入れているということです。セラピスト自身がありのままの自分をしっかりと受け入れている状態のことです。このカウンセラーの3条件をクライアントに伝えていくプロセスを傾聴としています。その結果、信頼関係が作られていくと考えることができるんですね。このカウンセラーは自分のことを分かってくれているなとか、自分の身になって聞いてくれているなという信頼感が生まれて、初めてクライアントは自分の内的な深い世界を話すことができるということになります。来談者中心のカウンセリングでは、クライアントを受容する態度を示すと同時に、その話す内容や意味、感情を明確化していくということが、クライアント自身の気づきを促進したり、変容への歩みを援助していくということになります。
それでは次に3つ目のまとめをお話ししていきたいと思います。今回はカウンセリングの現場で基本的なカウンセラーの態度として捉えられている来談者中心療法についてお話しさせていただきました。来談者中心療法ではカウンセラーとクライアントの信頼関係をとても大切にしています。これは様々な心理療法がありますが、それらにとても共通している部分と言えますよね。私自身も常にそのようにありたいと心がけている部分でもあります。クライアントの問題が生じているのは、その潜在的な能力があるんですが、何らかの問題によって妨げられているということになります。人間は誰でも豊かに成長する資質を自分の中に持っていて、日々の生活はその成長へ向かうものであるとロジャーズは考えていたんですね。はい、今回は来談者中心療法、人間の潜在的回復力に注目したカウンセリング理論についてお話しさせていただきました。何かあなたにとって一つでも参考になるようなことがあったらとても嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。